念のために理事会を開いたのじゃが、大方の見方は選挙に関係するもの、すなわち生徒の誰か、あくまで多感な年頃の少女の誰かが思い詰めた結果ではないかということじゃった。とはいえ、学園で傷害事件が起これば、司法院、ひいては生徒たちに汚名が残ってしまうじゃろう。だからできる限り穏便にことを済ませたいのじゃ。そのためにも貴様、タエちゃんには生徒会選挙で会長を目指しつつ事件を解決してもらいたい。頼んだぞ。生徒は全員孫のようなものじゃ。わしが楽しく女生徒の尻を追いかけられるこの平和な学園をぜひ守ってほしい。タエちゃんが学園で活動するにあたり、まずはわしが信頼する教員を紹介するとしよう。実は彼女にだけタエちゃんの正体を明かしてあるんじゃ。山田妙子さんね、はじめまして。あなたの担任、風巻よ。生徒からは親しみを込めて楓先生と呼ばれておる。見ての通り、大人の魅力は学園随一じゃ。理事長、そのような紹介では彼も反応しにくいかと。司法院の美を自慢しても良いではないか。